everyone, it's Momo. こんにちは、Momoです。今回は現在進行形についてお話したいと思います。基本の意味や現在形との違い、現在進行形の様々な使い方などについて説明します。では早速見ていきましょう。まずはじめに現在進行形の基本の意味をつかんでおきましょう。現在進行形の基本は今まさに進行中のことを指すときに使うということです。何かの動作や出来事が始まり、そして終わる、その中間。今まさに進行中、あるいは何かの途中という意味合いを表すことができるのが現在進行形です。現在進行形の文を作るには、be 動詞と動詞の ing の形を使って表します。例えば、he's playing tennis now. 彼は今テニスをしていますという文は、彼が今まさにテニスをしている最中であることを意味しています。また、現在進行形は今この瞬間にやっていることでなくても、すでに始めていてまだ終わっていないことを表すのに使うことができます。例えば、she's learning English. 彼女は英語を学習していますというような文です。もしこの発言をするその瞬間には彼女は、例えば食事中だったとしても、彼女が英語学習を始めていて、いつか終わる、その過程の最中にいるということから、現在進行形を使うことができます。日本語でも最近英語を勉強していますと言えますもんね。つまりこの現在進行形は今取り組んでいる途中の行為を指しているわけです。ではこの現在進行形、同じような名前の現在形とはどのように違うのでしょうか。ここでは現在進行形と現在形の違いを両者を比較しながら見ていきたいと思います。現在進行形と現在形の比較です。現在進行形の he's playing tennis と現在形の he plays tennis という文がどのように違うのかを見ていきましょう。まず現在進行形についてです。これは先ほどお話しした通り、彼はテニスをしていますとピンポイントで今を指し、彼がテニスをしている最中であるという意味になります。その動作が進行中であることを示しているんですね。では現在形の he plays tennis、彼はテニスをしますはどうでしょうか。現在形が指す現在というのは、実際は今この瞬間を中心とするある程度の期間に当てはまることです。この he plays tennis という文では、テニスをするという行為が繰り返して行われるイメージになります。つまり、普段からテニスをしているというニュアンスですね。このように現在の習慣を表すことができるのが現在形です。そのため、現在形の he plays tennis からは、この人が普段からテニスをすることがわかります。しかし、現在進行形の he's playing tennis では、単に今テニスをしているというだけで、この人が普段からテニスをしているかはわからないというわけです。現在形の使い方について詳しく知りたい方は、ぜひ現在形についての動画をご覧ください。ここで、現在進行形の文を作る上でのポイントです。進行形になるのは原則として動作動詞です。動作動詞というのは名前の通り動作を表す動詞ですね。別の言い方をすれば、状態動詞、つまり状態を表す動詞は基本的には進行形にはできないということになります。このことは動作動詞と状態動詞についての動画でもお話ししました。動作動詞と状態動詞の違いがよくわからないという方は、ぜひそちらの動画をチェックしてみてくださいね。では例を見てみましょう。I don't believe him.私は彼のことを信じていませんという文では、信じているという状態を表す状態動詞の believe が使われています。ですが、これを進行形にして、I am not believing him ということはできません。これが進行形を使う際の動詞の基本です。とはいえ、例外として状態動詞が進行形になることもあります。例を見てみましょう。例えば、He's temporarily living with his grandparents. 彼は一時的に彼の祖父母と住んでいますという文です。temporarily は一時的にという意味の単語です。先ほど進行形のポイントとして、状態動詞は基本的に進行形にはできないと説明しました。ですが、ここに使われている living はもともと住んでいるという状態を表す状態動詞の live ですよね。このように状態動詞を進行形で使うと、一時的状況、つまり一時的に起きていること、普段はそうじゃないけど、今一時的にそうなっているという意味になります。一時的状況を表す際には状態動詞も進行形にできるんですね。
もう一つ例を見てみましょう。 Their children are being quiet. 彼らの子供たちは今は静かにしていますという文では、典型的な状態動詞である B 動詞が進行形になっています。ここでもおそらく普段はわんぱくだったりうるさかったりする子供たちが今この瞬間は静かにしているという一時的な状況を表しています。単に静かな子供たちだと言いたいのであれば Their children are quiet と現在形を使えばいいですもんね。ここまで現在進行形の基本として、今まさに進行中のことを表す時制だということ、そして少し発展して一時的状況を指すときに使う現在進行形を見てきました。現在進行形は今まさに進行中という意味をベースとして、他にも様々な使い方ができます。変化の途中、未来の予定、頻度を表す副詞と一緒に使って、いつも何々しているなどです。ではこの様々な使い方についてさらに見ていきましょう。様々な現在進行形の使い方です。ここでは変化の途中を表す現在進行形について見ていきましょう。何々になりかけているとか、何々しつつあるといった変化している途中の話をするときに使う現在進行形です。例えば It is getting dark. 暗くなってきているといった文です。これはお昼の明るい空があって、だんだん色が変わって夜の暗い空になるという過程の途中を指しているので、現在進行形が使われるわけです。また Your English is improving というと、あなたの英語は良くなってきていますねという意味になります。 Improve は良くなるとか上達するという意味の動詞ですね。これも良くなってきているとか上達してきているという変化の途中を表しています。次に未来の予定を表す現在進行形です。例えば What are you doing tomorrow? あなたは明日何をする予定ですか、や I'm not going to the party tonight. 私は今夜そのパーティーには行きませんといった言い方です。このように未来の話をする際に現在進行形を使うと、もう決まっている予定というニュアンスになります。最後に頻度を表す副詞と一緒に使って、いつも何々しているという意味を表す現在進行形です。これは何度も起こることを意味する表現で、非難などの感情が込められていることが多いです。例えば You are always complaining. あなたはいつも不満を言ってばかりいるという文です。Complain は不満を言うという動詞ですね。 Always、 いつもという頻度を表す副詞が一緒に使われています。このような使い方をすると、何々してばかりいるといった意味合いになります。あなたは愚痴ばっかり言ってるねという感じです。もう一つ例を見てみましょう。 It's always raining in London というと、ロンドンはいつも雨が降っているとなります。これも Always と一緒に使われていて、ロンドンは雨ばっかりという不満のような感情が感じられる言い方です。では今回の動画の内容のおさらいです。現在進行形の基本の意味は、今まさに進行中のことです。現在形と比較すると、現在形の方は繰り返し起こることやいつも起こることなどを表す時制でした。現在進行形は基本の今進行中という意味をベースとして、様々な使い方ができます。一時的に起こっていること、変化の途中であること、もう決まっている未来の予定、頻度を表す副詞と一緒に使って、いつも何々しているという使い方を確認しましたね。今回は現在進行形についてお話ししました。意外と現在進行形だけでもいろいろなニュアンスが出せることがお分かりいただけたかと思います。ぜひ様々なシチュエーションで現在進行形を使ってみてくださいね。このチャンネルでは主に英文法や英文読解の説明をできるだけわかりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てください。ではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you for watching and I'll see you soon. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。